画面左から右に攻めるのが赤のユニフォーム、アウェーの名古屋オーシャンズ。お、決まりました、ゴール。今度は山中翔太の風的なところです。いやさあ走り込んできた、綺麗に決めた。そんな中で今キックオフです、画面左から右に攻めるのが赤のユニフォーム、アウェーの名古屋オーシャンズ。お、決まりましたゴール。29番の山中翔太、いやー渡辺さん驚きの先制点。びっくりですね今、はい、多分ロングボールに対して足出したのが当たってそのままゴールに吸い込まれたと思うんですけど、いや意外な先制点。はい、見てみましょう、この裏へのボール。あ、なるほど、山中はこれうまくね中を切って、もちろんゴールを狙ったわけではないでしょうけども、斜めを切る意識。そうですね、はい、で、あのゴレイロの田淵選手は、はい、おそらく開いてバックパスもらえるようなポジションを取ろうとしたので、はい、ゴールの枠が空いてましたよね。うん、なるほどなるほど。でもね、中1日で行われる。あ、ここは縦にかわして、もう1人かわして、もう1人かわして、いや惜しいシーンです。そしてただもう一度山中のシュート、野村はマイナスも指させていましたが、ただ山中3人抜きですか今。すごかったですね。はい、このゲームはね本当に両者ともにゴールに向かう姿勢強いですから、うん、本当面白いですね。見てて、はい、素晴らしいぶつかり合いを見せてくれています。さあ今度は山中翔太、清水和也が決めた直後でした。山中翔太決め返して町田再び1点リード、うん、いやあの距離から左足振り抜いてきましたね。そうですね、おそらくね檜山としては、これの檜山としてはブラインドになってたんです。これでそうですよね、はい、まさに先ほどのフリーキックの際と同じように、これ触るのか触らないのかで、うーん、なるほど、ここあーコース変わってたんですね。コース変わったんですか。でもまあピボじゃないから入れれないのか、横に動きながら、あーのこれはちょっと運な形でありますが、シュートを打ったことによるこのゴールが生まれました。いやー森岡さん、オンゴールですね。そうですね、今シュートを打った、これで方向が変わってしまいました。今ディフェンダーに当たりました。これさ、その辺のやっぱりいやらしさっていうのはもう感覚に近いんですかね。そうですね、うん、でもしっかり彼はね、あの感覚的なところも、いやーまた強烈なシュートで2点目山中。さあ赤い監督が映りましたが、ちょっと山中選手はここ最近止めれないですね、はい、この強烈なシュートです。ジオバンニからヴィニシウス、一つドリブル入れて左一線、いや完璧じゃないですか。完璧ですね。この後、いやここもこれファールもったいないですよ。さあ奪ったぞ。さあ今度は町田です。さあ走り込んできた、綺麗に決めた。まさにファーズメ、お手本のようなファーズメでしたね。いやー素晴らしいですね。はい、山中今日2得点目、5ファールになって少し嫌な空気が流れた町田に対してこのゴール、素晴らしいですね。はい。